今尾経年今尾経年大正13年10月5日は、日本の明治から大正にかけて活躍した、史上派の日本画家。陽明は伊三郎、後栄官。字は小広経年は、画語で、別号に産業、領事学、要素祭。色彩豊かな花鳥画を得意とし、綺麗の推しとねと評された。春幻九尺図1901年足立美術館像。 京都衣棚通り二条北犬に今追い付けの三男として生まれる。家は代々伊勢屋の屋号を持ち三井五福店出入りの友禅失会業だった。安政二年十一歳の時浮世絵芝居川東居に弟子入りする。東居は梅川東南の門人で同伴画の技術もあったという。三年後の安政五年、東居の鳥なしで鈴木百年に入門。 100年の年と絵心のあった父の敬愛する松村敬文の件を合わせて敬年と合する。一方で、私文は三国公眠りに学びながら山和国や丹波国へやたてを持って社生に出かける生活をする。金門の変で成果が消失し、明治初期は南外外の日本側不遇の時代であったが、帰って懸命に絵の研究に熱中する。 塩川文林らによって結成された、女運者の月齢品評会に作品を持ち寄り、生活のため友禅の死体を描きながら、家塾を開いて、県産を積む。明治8年京都博覧会で洋画の田村隆史立と、共に受賞。明治10年第6回京都博覧会でも、木道図で銀賞を受ける。この頃から、課長画布の制作を志し、博物学者、 山本昭雄に指導を受けるほど、科学的かつ精密な写生を重ねた。明治24年、西村総在門によって刊行された、経年課長画布4冊は、経年芸術の真髄と評される。青年期の作品は、四百年の影響もあって、難画風があるが、課長画に、精力的にこなすようになると、陳南平野草の引退画を学んだ後が、うかがえるようになる。 明治13年京都府画学校設立に伴い出資。明治15年第一海内国会画共進会で、理魚図が同賞を受け、パリ日本美術十覧会にも作品を送る。翌年漢学者の三国有眠りから、領事学の号を送られる。明治18年奈良博覧会に出品した、あまりもの百種の図が一等金牌を受賞。これにより経年は世に認められるようになった。 明治26年シカゴコロンブス万国博覧会に代表作となるワッサルズを出品し名誉勝敗。明治28年京都後、祖協会設立に際しては委員長となる。同年京都で開かれた内国官業博覧会では5人の大家が屏風を描くが、経年はヤバケ図ズで二等妙義賞を受ける。 明治29年日本絵画協会第一回教審会に、消しすずめ、鳩を出品し銀杯。経年の画業が最高潮に達したのは、この頃の50代の壮年期で、竹内製法や山本春虚らと共に、日本画の近代化運動の一翼を担い、明治前期の京都画壇で実力を誇った鈴木派に、あって、鈴木松年、久保田米戦らと並び評された。 明治33年パリ万博は春山課長図で銀杯。明治37年セントルイス万国博覧会では指揮課長図で金杯を受賞。同年4月16日、餅月玉船とともに提出議芸員となる。明治40年分展開催とともに審査員を務めるが、第6回分店の役伊豆を最後に審査員を弟子の木島桜谷に譲る。 明治44年イタリア万博に、寒月軍がモズで4000リラの賞金を得た。大正8年帝国美術委員会員となる。裁判年は、茶の湯や盆栽などの趣味三昧に過ごし、大正13年79歳の生涯を閉じた。毎月1日と10日は、社生日と定め、常々門人たちに、社生の重要性を説いていた。弟子に、養子師となった今おけ 小、上田一万秋、木島桜谷、河合文林、小林呉、れ、雲野吉森、梅村慶山、馬場慶泉など。現在、経年の旧宅は、久保家住宅の名前で、登録有形文化財に登録され、料亭として使用されている。ありがとうございます。